はい、とト,トンとと、とぺ、とぺです。よろしくお願いします。本日も始まりました。今日もありがとう、とぺです。本日は7月9日、ベルーナドームで行われました、西武ライオンズ VS 北海道日本ハムファイターズの試合を振り返っていきたいと思います。日本ハム、清宮の第1号ホームランで、連敗4で止めるいや、来ました。 ということでですね、まあ、先週は、えー、ほん日本ハムファンのね、皆さんはもうね、落ち込んだ人、そして、モヤモヤがね、溜まった人、本当に多かったと思います。で、ね、あのー、前回の僕の YouTube でも、もうね、もやもや溜まったね、えー、ファンの皆さん、そしてあのー、まだこっからや、こっからやっていうね、あの、前向きな人たちのね、えー、コメントが本当に多くて、あのー、皆さんがね、日本ハム好きっていうのがね、あのー、僕にも、 非常に伝わりました。で、まあ、迎えた今週なんですけど、まあね、えー、ここ最近、11日間で、えー、わずか1勝という日本ハムだったんですけど、いや、今日の試合は、もうほんと強いチームの、あのー、野球をしていて、もう見ていてね、まあ野球のね、ゲームとしても面白いし、まあ日本ハムとしてもね、あのー、いい勝ち方できたなと思います、今日はね。いや、本当にあのー、 ね、西武ライオンズも最下位のチームとは思えないぐらい、いいピッチャーも多いし、も、ま、う、あ、バッターとかね、守備もめちゃめちゃいいですね。うん、まだまだ、あの、これからの選手もね、いるし、日本ハムみたいにね、まだまだ育っていく発展途上のね、えー、選手たちが多いので、いや、本当にあの、見応えのあるゲームでした。 で、まあ今日ね、先発は、日本ハムが山崎幸也投手。で、西武ライオンズが渡辺投手。いや、この渡辺投手もね、あのー、めちゃめちゃいいピッチャーですよね。なんか、ね、最初、あ、簡単に打てるかなって毎回思うんですけど、まあ前回もね、僕ベルーナドーム見に行った時、この渡辺投手だったんですけど、いやもうね、なんか要所要所で締めるのがうまいピッチャーですよね。うん、今日もね、あの、タイムリーとか打たれてないですからね。 内野ゴロの間に点が入るっていう形の点の取られ方やったから、まあこの渡辺監督にも絶大な信頼あると思います。僕、西部のピッチャーで今一番嫌なの誰って聞かれたら、僕この渡辺投手って答えますね。うん、そのぐらいいいピッチャーだなと思います。で、一方の日本ハムの山崎幸也投手はですね、えー、前々回。 えー、僕はソフトバンク戦、あのー、北海道に見に行きまして。で、その時ね、まあ、山崎幸也選手が点取られてしまって。で、まあ、新庄監督も、えー、一週間ね、ちょっと休んでもらうっていうことで。で、今日が、えー、復帰の、えー、幸虎バッテリーだったんですけど。いや、今日はもう文句なしの、これが本来の山崎幸也投手の、えー、ピッチングっていう、えー、投球をしてくれましたよね。うん、もう6回途中、まあ、6回途中はさ、 あの、だんだん球数重ねていって、まあ、ボール球もう増えてきて、まあ、相手に、え、高く浮いたところ捉えられてたけど、まあ、それまでは本当にもう、ね、これぞエースというピッチングをしてくれてて、あの、見てる僕からしたら、あのー、めっちゃね、あのー、ゆっくり見られました。久しぶりになんか日本ハムの試合で、あ、今日は、あの、ゲームちゃんと作ってくれるなっていうふうに、あの、思えるゲームでしたね。 で、一方、まあ、先制したのは日本ハムでした。で、まず今日日本ハムのスターディングオーダー、す,すごく良かった。1番水谷選手、2番万波選手、3番清宮選手、4番マルティネス、5番レイエス、6番松本剛選手が入ったんですね。で、今日、7番に上川畑選手、そして8番に伏見選手、9番石井選手っていうね、打順やって。これまたね、 いいっすね。調子のいい水谷選手、万波選手を1、2にしてね。まあ、これ結構僕の YouTube のね、コメント欄にも、水谷1番、2番万波が、の時の方がなんか出せ回ってた気がするっていうね、コメントとかもあったですけど、やっぱその通りですね。うん、なんかこの、相手目線から見てもなんか1番に水谷選手をって2番に万波選手。で、この2人終えた後に清宮を追って、 で、マルティニス・レイエスって続いていって、で、えー、おととしの首位打者の松本豪っていう風にね、続いていくと、やっぱり相手からしても嫌ですよね。普通に点じゃなくて打線になってて、これはもういい打順だったなと今日思いましたね。で、えー、今日ね、清宮選手が1打席目からね、あのー、2塁打でしょで、その後もさ、アウトになってたけど、結構、 打席の内容良かったんですよねだから最後のホームラン清宮選手を打ったけど、あの、僕はね、今日、打席全部の内容良かったです。だから僕、ちょうど1ヶ月前ぐらいかな、あの、まだ鎌ヶ谷で清宮選手が2軍に行ってた時の、えー、まあ、その日、ホームランも打って、で、ツーベースも打って、えー、アウトになった打球とかもあってんけど、それと同じ。 感じやったね。その時もアウトとかになった時も、打席の内容良くて、あ、清宮これ1軍行ったら打てるなぁと思ってて。で、まぁ、あ、1軍ではね、最近までちょっとブレーキ状態やってんけど、やっぱ良かったね。これ、すぐ2軍に落とさなくて良かったっすよ。本当に清宮選手いて今日助かった。で、今日2塁だね。初回戦闘で打ったのもあれ良かったよね。なんか清宮選手なんか、リラックスして打席に立ててる感じがする今日。なんか、 全部もう吹っ切れたんやろうな。なんかそれがなんか見てて伝わりましたね。で、えー、まあ、先制した時はレイエス選手が、えー、まずヒットで出まして、まあ、今日レイエスも2安打ですからね、タイミングしっかり合ってましたし、まあ、これ、セーブライオンズにあ、レイエスってなんか嫌なバッターやなっていうのを植え付けられた、あの感じになったと思います。で、その後松本剛選手が送りバントして、で、その後に上川畑選手が、えー、ライト前ヒットで繋いで、まあ、これね、 待ってこれたんちゃうかっていうね、人もいたと思うんですけど。まあまあ、今回はここで止まって。で、その後、伏見選手がね、しっかり、え、ゴロを打って、え、点を取れました。先制点です。日本。いやもうね、これもう点入ればね、今、泥臭くてもいいんですよ。綺麗にね、タイムリーヒットとか、ホームランとか、犠牲フライじゃなくても、点をね、あの、しかも先制点を取れたっていうのが、もうでかいですから。今のファイターズはもう、とにかく点をね、 えー、取れるのがあの一番ですからどんなもうねどんな点の取り方でもいいので今日みたいな点の取り方でいいですこれで1点先制しますいやこれよく伏見選手もね、あのー、ゴロ打ってねよく帰ってきましたよね、うん、すごく良かったでこれで先制して、まあ、山崎幸也さんが、えー、投げててで途中でね相手の野村選手 プロ初のでツーベースヒット出たんですけど、ここでまたね、日本ハムの、あの、頭脳プレイが出ましたね。これ一塁今持ってたアリエル・マルティネスが、あの、野村選手、あの、二塁行く時一塁ベース踏んでないよって言って。で、山崎幸也投手にね、はい、一塁に掘って掘ってって言って、伏見選手も一塁一塁ってやって、一塁に投げて、えこれでアウトになったんですね。 で、えー、渡辺監督が、えー、この、ベースを踏んだか踏んでないかの、えー、リプレイ検証お願いしますって言って、俺初めて見たわ、あの、ベースに足がタッチしてるかタッチしてないかの、あのー、ね、リプレイ検証。これ今日珍しかったよね。そう。で、まあ、結果、踏んでなかったということで、まあ、アウトになったよ。で、僕結構知らんかったんやけど、あの場合、あの、ツーベースヒットやったけど、 あの、ファーストで踏んでなかったからアウトになったでしょあれ、ピッチャー頃になんねんってあの、記録としては。これやっぱ、野球って本当勉強ですね。あの、もうずっと僕も見てますけど。あ、あれ、ピッチャー頃になんねんやっていうことで、そう。まあ、これはでも、よく一塁のね、マルティネス選手も見てましたね。やっぱね、キャッチャー出身やから、ベース踏んでるか踏んでないかって見るんですよね。キャッチャーの人ってさ、ホームラン打たれた時もホームベースで、しっかり、 あのね、ベース踏んでるか踏んでないかって見るじゃないですか。多分それが癖になってて。いや、でもこれ、ね、アレエル・マルティネスもしっかりあの、切り抜かずに打たれても、そうやって冷静に見られてるっていうことやから、もうこれは結構大ファインプレーですよ。アレイル・マルティネス素晴らしい。そう。で、ここでまず、ね、ここでもしかしたら打線繋がって点取られてたかもわからんからね。ここのピンチを、えー、こうやって大ファインプレーで切り抜けられたのはめっちゃでかかったです。 で、まあ、その後、えー、ワンアウトランナー、一類三類のピンチを山崎幸也さんが、えー、7回の途中で作ってしまって、で、まあ、ここで1対1同点やってんけど、えー、ここで、えー、交代になります。で、出てきたのが池田投手。まあ、池田投手は7月のね、2日から、えー、登録されて、まあね、えー、本当に後半からの、 えー、8回の男なんですけど、ま、あ今日は7回に出ましたけど、まあ、ほ、去年はね、めちゃめちゃ大活躍してくれましたから、ここで引消しできるかできないかっていうところで、しっかりね、引消ししてくれて、ね、ファーストフライでファーストゴロに抑えてくれましたから、いや、これが僕結構今日のゲームのキーになりましたね。ここで多分、点取られてたら、また、もう負けてたしね、絶対。ここで池田投手が抑えてくれて、あ、 まだいけるやんっていう風に思わせてくれたから。だから流れ持ってきたのは僕この7回の池田投手だと思いますね。だからこの池田投手ほんま大感謝っすね。で、その後に投げた河野投手ね。河野投手もやっぱりいいね。やっぱこの同点のパターンでもこの勝利の方程式で投げていけるのがいいです。しかも今日本ハムはこのね、ほんま勝利の方程式がいっぱいあるし、で、中継ぎにもいいピッチャーおるからね。 長田目選手、宮西投手もいたからね。そう、山崎幸也さんがピンチ作ったところで、型作ってたから、この二人が投げてた可能性もあったからね。で、えー、川野投手が抑えてくれて、その後9回、杉浦投手ね、まあ、ソフトバンク戦では打たれましたけど、まあ、今日、ね、あのー、投球見たら、あ、またいい時の杉浦投手が帰ってきてくれたなと思って、もうこの杉浦投手のね、あのー、タイミングを外すね、投げ方とか、あの、見てて、 あの、めっちゃいいなと思いましたね。で、まあ、流れ持ってきたっすよね、杉浦投手がね、これで。で、あの、ちゃんと系統になって、ま、つなげられていってね、あの、日本ハムの、えー、あの10回の攻撃につながったと思います。で、結構ね、あの、延長戦に行くと、やっぱホームチームが有利って言われるんすよね。やっぱ今回やったベルーナやから西ブドームじゃないですか。だから西武ライオンズ、ホームチームがやっぱ得意。 なんですがサヨナラのチャンスとか、まあ、雰囲気とかもあるから、裏の攻撃じゃないですか。だから結構ホームチームがね、有利って言われてるんですけど、そのホームチームが有利って言われてる延長戦で3点取れたのがでかかったね。まずはタミヤ選手。タミヤ選手があのデッドボール。タミヤ選手あのデッドボール多いね。なんかね、あの受け方が上手いというか、避け方がね、自分もダメージにならないし、あの、なおかつ、 綺麗に避けれて、デッドボールにもなるっていう。まあ、SNS 見てると、タミヤはわざと肘当たってるっていう人いるけど、でも、内側に来たからね、そう、ツーストライクに追い込まれて、タミヤ選手がこうやって、もうあれ癖なんですよね、引く時の。まあ、あの引き方はさ、あの、いろんな人いますから、松井とか清原とかもね、こうやって向けて、デッドボールとか当たってたから。まあ、タミヤ選手の場合、あの肘なんでしょうね。で、えー、それで一塁に。 出ますで、その後、えー、石井選手がしっかりバント決めてね。うん、去年とかのね、スクイーズのサイン出て、バントとかね、うまく決められへんかった石井選手がしっかり決めて、ここで、えー、二塁になります。で、その後、水谷選手がレフト前ヒットね。これ、ちょっと帰ってこれたやろって思ったけどな。でも、タミヤ選手が二塁で見てもうたよな。あの、ちゃんと落ちるか落ちないかっていうのがな。そう。まあ、ソフトバンク戦でも万波選手がな、あの、 絶対落ちたやろって、抜けたやろって思ったのを、相手の選手が取って、飛び出してアウトっていうのがあったから、まあ、これね、負けてる連敗中ってね、やっぱね、ああいうプレイあるんですよね、やっぱちょっと、冷静になってしまって。そう、落ち着いて、ね、勝ってる時とかやったら、行っちゃえっていう風に言っちゃうんやけど、そう、まあそういうのがちょっと、まあ連敗中やったから、まあこれはしゃあないわ。で、まあ一塁三塁になりまして、まあここでさ、 水谷選手を磯畑選手に変えたのがね、でかかったっすね、ダイソー。やっぱ磯畑選手は前回のね、あの、西部との大宮での試合で、えー、最後レフトのね、大ファインプレーありましたから、その磯畑選手が一塁にね、いて、で、バッター万波選手、で、えー、ショートに、えー、もうライナーになってもおかしくない。で、もうゲッツープレイには持ってこいのところに守ってたよね。で、二塁、まずアウトかなと思ったら磯畑選手スタート切ってて、 なんと二塁セーフ。で、一塁のナ波選手がアウトっていうね。で、これで点入りましたから。ね、これで2対1。いや、これマジでゲッツーになってたら、ね、まだ試合続いてたやろうし、日本ハムが勝ってたかどうかもわからないですからね。多分流れ的にセーブに行ってたやろうなと思う。ここでゲッツーになってたら。らこれは、もう磯畑選手の大ファインプレーこれ磯畑選手じゃないとセーブになってなかったし、磯畑選手のおかげで、 次の清宮選手も打席に楽に立てたやろうなと思います。うん。いや、もうこれはマジでかかった。これ、タミヤ選手も救ったからね。結果的にね。だから、磯畑選手はもう2戦続けて西武戦でチーム救ってるんですよ。もう皆さんこれ、磯畑選手に拍手あげてください。素晴らしい。で、その後ね、ね、えー、今日4打席、フォアボールもね、清宮選手選んで、打席の内容すごくいい清宮選手。その清宮選手がセンターに、 大きい引きを打ちました。もう軽く打ったよね。ポーンって。で、本人もホームラン行くと、まさか行くとは思わなかったっていうね、えー、打球やって。ただ、相手の、西川選手というのをセンターの。めっちゃ追いかけたね。グローブ外れるぐらいまで。ホームランキャッチしようとしてて。あれはでも、西武のね、勝ちたいっていう執念が伝わりましたね。ただ、清宮選手の打球が、えー、バックスクリーンを越えて、今シーズン第1号のツーランホームラン、来ました。 いや、やっぱ清宮打つとね、ファイターズのね、ベンチも、ファンもみんな喜びますよね。明るくなる。うん。やっぱね、清宮はファイターズの選手ですよ。なんかね、トレード噂してるね、YouTube とかも見るけど、いや、清宮は日本ハムで活躍しなあかんやんうん。いや、打ちましたね、あそこでよく。素晴らしい。やっぱ清宮幸太郎っすよ。さすが。ね、村上世代じゃないです。清宮世代っすよ。こっから、 僕は後半、日本ハムのキーマン、清宮やと思ってるんで、こっからボンボーンって打ってくるから、清宮ね。清宮、上原健太投手、池田投手活躍するからね。この3枚が大事。ね。みんな前半頑張ってくれたから、この3人が後半やってくれます。宮西選手もいるしね。うん。で、えー、その後、えー、抑え誰でんねんって。皆さんそうですよね。じゃあみんなで言ってみましょう。せーの、ジャスティス。 とということで田中正義投手が、えー、出てきましたもう完璧やったね、あの復帰してくれて、うん今日12セー目ですか、もう完璧に抑えた、栗山選手との打席見た対決、三球三振やでも、もうボール球とかで遊ばずに、もう三球で仕留めてね、もうあんだけ、あの、歴戦をくぐり抜けた栗山選手でさえも見逃してしまうね、あの三振。 いや、もう田中正義の正義執行を見られて、もうこれ強いチームの勝ち方勝やん。もう4対1。いや、久しぶりに新庄監督が喜ぶ顔を見れてね、もうチームのみんながね、喜ぶ顔を見られて、もうほっこりしたし幸せですよ。いや、もうこっからポンポンポン行くよ。もうね、やっぱ前半だけね、 あの、スタートダッシュして勝ったんですから。うん。もう実力あるんですから。で、こうやってちょっとね、落ちてたけど、その中でも去年、おととし最下位やったチームが、今、こういうふうに A クラス争いにいるんですよ、オールスター前に。これすごいじゃないですか。で、今日勝ったからもう、ポンポンポーンって行くよ、絶対。絶対行く。いや、そのぐらいいい勝ち方でしたね。うん。で、えー、杉浦投手が2勝目でしょで、田中正義がセーブついて。 いやほんでヒーローインタビュー、清宮ですよね。もう、いやもう清宮もね、こっから絶対打っていってくれるから。うん。いや、3番清宮、4番マルティネス、5番レイエスっていいっすね。うん。その前も1番水谷、2番万波やからね。で、その後6番に松本剛いるんやからね。で、タミヤ選手もいたらね、こっからタミヤ選手が入ったバージョンもありますから。いや、だから、 層の厚さすごいんですよ、日本ハム。ね、オールスターもいっぱい選ばれたけど、やっぱりね、新庄監督がタレント7人作るって最初言ってたけどさ、もう7人以上おるでしょ、これ。10人、いや、10何人おるよ。20人おんじゃんうん、そのぐらい、あのー、スターがいっぱいいる、今の日本ハム。うん。いやー、今日ね、勝って、まあ、今週、一生見しましたから。で、明日も勝って。で、今日、ね、 今週はソフトバンクとの対決もありますから。いや、もうこれはもう、行くでしょ。ポンポンポンと。うん。で、オールスターまでにね。僕は5割行けばいいと思ってるんで。これで借金にいいじゃないですか。まだ全然大丈夫なんで。はい。 いやーね、あのー、前回のね、負けで、皆さん落ち込んでる方いたと思います。オリックス戦の負けでね。うとめちゃん、さすがに俺ポジティブになられへんわーっていうコメントとかもあったでしょう。そこのあなた、笑顔になったでしょう。笑顔になったでしょう。そう、やっぱりね、あのー、ね、天気と一緒ですから。ね、雨の日もあれば曇りの日もあるし、今日みたいに晴れの日もありますから。そう。まあ大航海、大公開。 ね、嵐を僕は抜けたと思いますよ。今まで大嵐やったんですよ。交流戦あたりから。徐々に波がね、荒れていって大嵐になって、今やっとね、晴らびやかな天気のいいところをね、えー、船は公開してると思うので。まあ僕はペナントレース面白くなるのこっからやと思ってます。ね、ソフトバンクも今、ちょっとね、負けてきましたし、まあ、ずっと好調なチームってないわけですよ。長いペナントレース。ね。で、まあその、ね、 大きく連勝するときもあるし、大きく連敗するときもあるけど、まあ、この波が少ないチームが、優勝するってことですよね。だから日本ハム、ここから、今までのね、連敗分を取り戻したらいいんですよ。そう。まあ、まだまだ、ね、半分ありますから、まだどうなっていくかわからないので、皆さん、最後まで、えー、まあ、ここから面白くなりますから、あの全力で応援していきましょう。もうね、もう前しか見ない。ね、下見ててもしゃあないですからね。うん ということで、えー、皆さんの感想もじゃんじゃんコメント欄に書いていただきたいと思います。俺はこう思った。私はこう思うわ。とか、えー、何でも大丈夫なので、えー、ぜひ書いていただきたいと思います。で、高評価ボタン、そしてチャンネル登録、そして Twitter、Instagram もやってますんで、えー、ぜひ皆さん登録よろしくお願いします。ということで、えー、ファイターズ今日勝ちましたんで、えー、今日のね、試合僕もお風呂入りながら、で、炭酸水をね、飲みながら、えー、今日の試合また振り返って、 えー、明日も買っていただきたいなと思います。ということで、ぐっすり寝れるぞ。ということで、今日も皆さん見ていただきましてありがとうございました。おつとん。あれでしょ